年々近代化される日本。そうした中にあって自然の尊さが見直され、最近特に健康に良いと言われる森林浴を楽しむ人が増えてきました。この森林浴のできる森を緑の文明学会が環境庁や林野庁などの協力でこのほど森林浴の森100選を選びました。ここ愛知県尾張旭市の森林公園もその一つです。森林浴には若葉の香るこの季節が一番とあって、公園は大勢の人たちでにぎわいます。春から初夏にかけては木から発生するフィトンチッドが最も多い季節です。このフィトンチッド、ソ連のトーキン教授が50年前に発見したもので、フィトンは植物、チッドは殺すというロシア語から名付けたものです。植物が外敵から自分を守るために発散している物質で、これが人に清々しい気持ちを与えると言われます。日本でも昔から生活の知恵として防虫剤をクスノキから取っているのもその一つです。フィトンチッドに覆われた森林浴はまさしく緑のシャワー、大いに活用したいものです。